皆さんこんこにちは大事です、えー、心理的にねすごい苦しんでる人の相談を受けることもあるんですけど。 でもうねなんかやる気も出ないとか辛いとかさなんか嫌なイメージばっかり出てくるとかさなんか自分のことがどんどん嫌になるとかねなんかそんな気分になっちゃう時もあるじゃないですかでそれがねなんかこう続いちゃったりコントロールできなかったりするとやっぱり不安になるもんねなんかそんな方のお話聞いててなんか「私治るんですかね」とかね「えー、これって良くなるんですか?」とかって聞いてくることがあって「でどういうことですか?」とかって。 伺うとねいやーなんか前みたいにこう気にならなくなるとかみたいな言い方をされる時があってあそれは危ないんじゃないと思うんだよね。っていうのはさなんかこう気にしないとかないことにするとかってあのいうふうにやってきたのことが苦しさを生んでんのかもしれなくて。 で、それはその人のさ、対処法だったと思うわけですよ。そのなんかね、この、まあ、細かいことだとかさ、自分のこういうことはもう気にせずやろうみたいなね。で、いいことにしよう、ないことにしようってやって、まあ、こう、頑張ってこられて。で、それで、体とかさ、心とかが、もう、無理です、限界です、嫌です、続けられませんって、こう、言ってさ、で、その状態で、また頑張らせることできますかみたいな。なんか、そういう感じに聞こえんだよね。だから、本人にそのまま返すんだけど、で、えそういうこと、で、 <laughs> どう思うって言うと「そうか」ってみんななるんだけどこういうの真心理の世界ではさ「偽解決」ってねあの「偽物の偽」って書いてさ「偽解決」「偽解決」ですけども、あのー、って言ったりするんだけどやっぱりなんかよかれと思ってねなんか気にならなくなったりとかさ前みたいにとにかく忘れてとか見ないことにしてとかなんかあのよかれと思ってねやるんだけどそれが実はその苦しみを生んでるみたいなことがあるんじゃないのっていうね。あの このよういうのにチェックをしてみるといいっていう考え方があってでいや僕もね実は20代の時から、えー、何度もうつになって不思議なことに5年周期ぐらいでね5年ごとに本当に死にたくなっちゃうというかさああのそんな状態になってたりしたんですけどでまあ薬もね、えー、飲んでた資産でもう休まらざるをえなくなって休んだりとかしてまあしばらくすると良くなるんだけどまた出てくるんだよね。で もうなんかそういうもんなんだと当時は思ってましたけどでもあ,のある時からピタッと、まあ、まだわかんないよこの後出てくるかもしんないけどある時からピタッと出てこなくなってでやっぱそれはねなんかねあの自分がダメで価値がなくて頑張んなきゃダメででも頑張れなくてでも人から認められるためには超絶努力しなきゃダメで,でまだまだ足りなくてってどっかそういうふうに思い込んでたんで考えてた。 でその考え癖がこう変わってた時になんか自分の中でねあのもう大丈夫だなって思える時が来てまあそれ以来 <laughs> ずっと大丈夫なんだけどあのだから治るんんじゃなくくてて変わってくんですよねだから僕も昔みたいな頑張り方はできなくなっちゃったというかしなくなっちゃったしで、うん、元にだから戻ったわけじゃないんだよねなんか。 学んで、<laughs> あのそうかこうやって頑張るとこうなるんだっていうことを学んで、で新しいねこのステージに入ってこうとする。でやっぱりねあのそれなりに時間かかることはあると思います。でやっぱこれまでの習慣というかね考え癖が変わっていくみたいなこと。 でもちろんその一部でねそのセラピーみたいなものは重要サイコセラピーはね重要ですけどやっぱりなんか個人が少しずつやっぱりね新しい自分に向かって取り組んでいく少しずつこの行動を修正していくとかねあのということがやっぱりだんだん効いてきてねどっかからまた安定し始めるんじゃないかなとまあこういうことですだからなんか治そう元に戻そうとするよりもね何か本当にこうありたいに向かってねステップバイステップでねあの 焦らず諦めずに進んでいくっていうなんかね考え方が大切なのかなと思うしまあ一人でやるのねつらい人は本当にあに誰かにね、えー、専門的なこの、えー、関わりができる人にね相談乗ってもらうといいんじゃないかなというふうにも思います大丈夫よって思うあの僕もいろんな人見てきたし一緒にやってきたけどあのみんな少しずつ変わっていくから。 ということですそれではまた